皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ葛飾に来ております。ボンドショップ葛飾8月4日にオープンいたしまして、まもなく4ヶ月になります。というわけで4ヶ月経ったボンド葛飾どんな感じか横山店長に紹介してもらいたいと思います。はい何ですか今の間はというわけで、はい、4ヶ月どうでした？あっという間でしたか？あっという間ですよ、本当に、はい、忙しく過ごさせていただいたということで、車買いに来られるお客様もいたり、はい、やっぱカスタムに来られるお客様もいたり、なるほど、もう裏店ぐらい忙しくなってる、もう毎日毎日忙しいです。なるほど、はい、じゃあオープンした状態からだいぶ変わってると思いますので、そうですね、そんな変わってる葛飾店をご紹介させていただきたいと思います、はい、で、車パンパンっすね。もうパンパンですこの辺は商品車ってことですか？そうですね、商品車もあってお客様のお車もあったり、なるほど、はい、お預かりの車もあったりということで、ただまあ夜になると全部中に入れるんで、全部閉まって全部閉まって、はいはい、ということで今オープンしてるんで全部車が外に出てる状態ですけど、はい、もう弁定画からゲレンデからもうゲレンデキラーコンテンツですね。もうそうですね、はい、であとはこの辺のグランツ、そうですね、この辺はそろそろ誰かに買っていただいて、そうですね、よく見てる方だと何を意味してるか分かると思いますけどこんな感じ で中もせっかくなんで入ってみたいと思います、はい、こんな感じですというわけでオープンの時もふわふわっとご紹介させていただいたんですけども、はい、なんか車が結構あのご嫁いただいてて、そうですね、もう結構入れ替わってると思いますね。ラインナップも、はい、だいぶ違いますね。だいぶ違いますね。多分オープンの時にあった車っていうのは、まあ外にあるベンテイガぐらいかな。皆様ありがとうございます、はい、というわけで、まあ葛飾って本当にラインナップがこう幅広いというか、そうですね、本当にミニから、はい、メルセデスから、はい、こういったスポーティーなポルシェまで、はいはい、あります。ラインナップしているということで、所狭しと。今店内と外でどのくらいあるんですか車？今全部で在庫が20台ぐらい。あ、そんななんですか、はい、なるほど。まだ2階にもあったりとか、なるほど、はい、あるので、じゃあまあ店内ないのも、まあ、掲載している車、はい、ご連絡いただければご用意させていただいて、ね、あの確認したりだとかっていうのもできるようになっている、はい、そして納車スペース使ってますか？納車スペース使ってます。あれ納車前です。あ、そうなんですか。なるほど。そちらの G63 ですかね。G63 です。まもなく納車ということで、はい、これ色めっちゃかっこいいですね。これはうちで新車に来た時から一気にいじって、はい、僕が、あ、そうなんですか。お客様から買い取りさせていただいて、次の新しいオーナー様にっていう。なるほど、はい、というわけでまもなく納車のゲレンデもこんな感じで控えております、はい、そして葛飾店といえば、あの、僕とカメラマンで頑張って設置しました、ね、はい、このアメホイールラック、ホイールディスプレイ、はい、これお客様の評判はどうですか？いやいや、むちゃくちゃこれだけ見に来るお客さんもいらっしゃるので、はい、やっぱりアメタンでこうなかなか間近で見る機会って、ね、まあ、ショーとかでもない限り、はい、なかなかないと思うんで、じゃあこの辺はかなり有効活用、いや、もうむちゃくちゃされてますね。やっぱりあの フィニッシュとかの、まあ、どういった削り込みがしてたりとか、あとやっぱりホイールのこと、僕らはプロですけど、お客様とかはやっぱり知らない部分がめちゃくちゃ多いので、まあ、難しいですしね、はい、じゃあどういった質問がありますかっていうか、これはどうやって作るんですかとか、どうやって測定するんですかとかいうのは、もう1から10まで全部説明して、こういうふうにしてホイールは作りますっていうのをご紹介してください、はい、でその時にやっぱり現物があると、そうですね、やっぱりイメージしやすいし、はい、説明もしやすい、そうですね、なのでカラーもいろいろ豊富ですし、はい、ポリッシュもありますし、ブラッシュドもあれば、そうなんですね、結構あのホームページにこう、はい、イメージが載ってたりだとか、まあ、あとはそのカラーサンプル、はい、ちっちゃいこうセンターキャップ塗ったりなんか結構各店置いたりもしてるんですけど、はい、なかなかこう面積とかデザインが違うと違って見えたりもするじゃないですか。センターキャップは黒いけど大きくした時にちょっと薄くなるとか、そうですよね、そういうのもあるんで、やっぱりこの辺実物が見えるっていうのはかなりいいんじゃないかな。そうですね、で特にこのアメタンとかって立体感すごいじゃないですか、はい、これがホームページの写真、まあ、ものによってはこう斜めから撮ってるのとかありますけど、はい、やっぱりここを実際見ていただけるというのはいいんじゃないかなと、はい、でこれはもう多分なんですけど、あの、ある一定周期で入れ替わると思いますので、はいはい、その辺なんかも楽しみにしていただけるといいんじゃないかな、はい、そしてあとはピットも見てみますか。そうですね、はい、じゃあ早速ピットも行ってみましょう。そして葛飾店といえばこのガラス張りのピットです。あのもういつでも見られる。ボンド各店ありますけど、多分これだけバーンってこう広いのは葛飾だけだと思いますね。ですよね、この面積で作業している車を見れるっていうのは葛飾店ならではと思いますので、はい、早速行ってみましょう、はい、よいしょ。ピットも満タンですね。満タンですというわけで別の動画でご紹介させていただく F8 もこんな感じ入ってたりとか、はい、あとはこの辺はお預かりしている車、これはもう納車前の、はい、そうなんですね、お車で今点検とか
はい、あとちょっと細かいパーツつけたりとか、あとは車検、はい、であとは内装オーディオとかのカスタム。あ、なるほど、はい、じゃあ結構幅広いですね。うちは基本的にあの大川さんとかボンドプラスの出身の人とかがいるんで、はい、内装も外装もまあできる。電装品も大丈夫です、はい、最近流行のデジタルインナーミラーだったりとか。そうですね、はい、電動サイドステップとか、そうです、ソフトクローズとか、はい、宣伝しまくりますそういったものもしっかりこの店舗で完結するということです。そうです。そしてあの入庫している車も幅広いんですけど、はい、まあ、一般 の、 その修理とか車検なんかももちろん、はい、もう全然大丈夫です。あのボンドで車購入されてない方も大丈夫です、はい、まあ、輸入車が強いというのもありますけども、はい、そういったご相談なんかも。そうですね、で、はい、奥のグレーのバンテージはなんとマル秘作業中ということ で、 そうです、ね、これもしかしたら別の動画でご紹介させていただければ、ね、はい、結構とんでも作業をやってます。いや、もう結構大変、はい、でもバンテージ乗りの方だとおーっていう、はい、そうですね、はい、内容の作業をしてるみたいなんで、この辺も機会があったらご紹介させていただきたいと思います、はい、そしてあと葛飾店といえば奥に洗車スペースが。そうですね、もう洗車したり、まあ、あとは磨きもたまにしたりとか。全天候型のやつですね。そうですね、はい、これもだから多分ボンド各店で葛飾だけじゃないですか。そうですね、洗車場があるのは葛飾だけですね。そうですよね、なかなかその雨降っててそのまま申し上げてるのもないと思うんですけど、はい、やっぱりその天候にとらわれず、そうですね、まあ、車の仕上げができるんで、はい、まあ、その辺なんかも、まあ、納期だったりとか、はい、この辺の際に安心していただける、はいはい、要因なのかなと。こんな感じで大変忙しく過ごさせていただいております。 そうです、はい、そして横山さん今あの忙しすぎてあの人手が足りないですよね。そうです、もう社員募集中ですあの整備士、はい、まあ、営業マン、まあ、フロント、もうとにかく人手が欲しいので、あの来てもらったら僕とかスタッフが丁寧に教えますちょっと意味深な感じでしたけれども、はい、まあ、いやでも、はい、あの車が好きな人だったら本当に馴染みやすいですし、あの、まあ、会社なんで、まあ、他の、ね、ディーラーさんとかとはまたちょっと違うとは思うんですけど、まあ、人が作った車なんで、まあ、人が分解もできれば組み立てもできるはずなんで、はい、だからこれなんかやってみたいっていう挑戦もいいと思いますし、はい、まあ、あとはそのもちろん経験者であれば、はい、まあ、そのまま技術が活かせると思うんですけど、そうですね、スキルアップもできますし、はい、もうスキルを葛飾店で身につけたいとか、はい、もう自分何できるか分からないけど輸入車に携わりたいとかっていう、はい、あの応募もぜひ、はい、もちろんお待ちしてますので、お待ちしてます、はい、でその辺はあの概要欄にも、はい、リクルートの詳細貼っておきますので、はい、ぜひチェックしてみてください。じゃあ最後になりますけども、はい、じゃあ横山店長からコメントをいただいてもいいですか。大丈夫です。4ヶ月経ってすごく店舗も綺麗で人も広いですし、整備性もすごく上がって、まあ、カスタムする担当のスタッフもかなりスキルが上結構あるので、ぜひ来ていただいてお話聞いてもらってご依頼いただければ、かっこいい車も作りますし安全な車も作らせていただきます。そして何よりもう4ヶ月、まあ、ここまでやらせていただいたお客様に、はい、ありがとうございます。ありがとうございますというわけで引き続きボンド葛飾をよろしくお願いいたします、はい、お願いします。ボンドチャンネルのチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。